山上伊太郎は日本の脚本家、映画監督である。尾室撮影所時代の牧野プロダクションを彩る名脚本家として知られる。代表作は牧野正弘監督の浪人街である。1903年8月26日、京都市下京区宮川筋八丁目に生まれる。花町に生まれるが、滋賀県大津市の父のもとに引き取られ、旧姓小学校を卒業後、 県庁に給仕として勤めた。1923年12月、20歳の時に、東亜キネマ設立と同時に脚本部研究生として、当人撮影所に入社する。2年以上が経過した1926年、西名熊彦監督の、帰ってきた、英雄前編、後編の脚本で、デビュー、同作は3月11日、18日に公開された。 巻野肖像の東亜キネマから巻野プロダクションへの独立に際し、当時僕やの支援を受け、連合映画芸術家協会を設立した小説家のなお三十五に才能が認められ、巻野の俳優でのちに、プロデューサーとなる玉木淳一郎にスカウトされ、巻野に移籍した。移籍第一作の闇の森は、三上の原作をもとに、巻野自身が脚色、橋本斎治療が監督し、 東亜でのデビュー作公開のわずか一週後の3月26日に公開された。山条がオリジナル脚本を書き、牧野の子息、牧野正弘が監督、三木実が撮影した1927年の浪人街、1928年の首の座は、どちらも当時のキネマ巡邦氏のベストワンとなった。山条の黄金時代であり、牧野プロダクションのそれであった。 1929年7月25日に、牧野が死去、同社は混乱の予想を呈する。映画監督を目指し、1932年、山城は、片岡千恵蔵プロダクションに展示、やがて1934年に、嵐勘十郎プロダクションで、嵐勘十郎主演の、映画後来髭大名で、監督として、デビュー、同作は、同年6月14日に、 新興記念はの配給で公開されたが、批評、工業ともに、惨憺たるものであった。三上は31歳であった。その後は、日活京都撮影所で脚本を書いていたが、1942年の戦時下による大英英の統合の際に、人員整理の対象となり職を失う。翌1943年、志願して、報道班に加わり、フィリピンへと赴任した。 1945年6月16日、フィリピンルソン島北部山岳地帯のイフガオシューキャンガン付近で行方不明となり、後に戦死広報と共に空の骨箱が残された家族のもとに届けられた。毎41歳ボーツ。遊郭のあった宮川町は映画界とつながりが深かった。祇園や島原で旦那を気取って遊ぶなら、 映画人の月給に三百円なら月に一度くらいが良いところだったが、宮川町なら六、七度遊べたのである。当時、時代劇作家で女を描くことでは、彼の右に出るものはなかろうと噂された山城は、この宮川町で空想の中に描いていた女性に巡り会った。老人街を描いている頃なら千円ほどの身の白金を払ってでも見受けできただろうが、 この頃の山城は生活にアクセしていた状態で、それでもなんとか哀れな彼女を苦害から救い出そうと、地位も名誉も投げ捨てて、ついに彼女を足抜きさせた。稲垣博史によると、それは植草慶之助氏の作品、冬の花優子とこう一体の話であるとするほどの純愛物語だったという。借金を返済せずに女を車から連れ出す、足抜きは、 法的にも車の起き手にも背くものだが、すべて承知の上で山城はこの冒険を犯した。幸いにも山上という蘇生を知られずに済み、二年間の潜伏でほとぼりは冷め、ことなく収まった。しかし二年間のブランクの間に映画は無生から発生に、世は太平から戦時に移り、妻とした彼女に子もできていた。 そして年上の戦災との別れ話などのいざ講座もあり、山城は作家としての自信を失い始めていた。稲垣はその辺の事情は今にして思えば、尊能尊塾がよく物語っていると述べている。ついに山城は軍属を志願しフィリピン派遣軍の報道班に加わり、激戦の中に消息を絶ったが、稲垣によると、餓死した、銃弾に倒れた、自殺など、 様々にその最後が伝えられた。また宮川町から連れ去った女と和子の消息は、その後定かでないという。日活に入った嵐勘十郎と稲垣を結びつけたのは、参上だったという。特筆クレジットのないものは、脚本のみである。ありがとうございます。